入られます。お願いします。お願いします。お願いします。それじゃあ皆様、食鉄郎さんです。お願いします。よろしくお願いします。佐藤武さんです。お願いします。お願いします。目はもうすごい笑ってない感じで。変わらない。で口はどうしてんの？口も笑いすぎると目にちょっと影響するかもしれないので、目に影響しないぐらいが。変わらないという選択肢はないやろ。あ、いや、よかったと思います。はい、よーい。今日はよろしくお願いします。うん、あ、ちょっと一回カットします。あと、はい、そうですね。最初はちょっと黙ってる。黙ってる感じで。ついついつられた。そうですよね。よーい、はい。今日はよろしくお願いします。師匠？何ニヤニヤしてんすか。師匠も買うんですね。何買うの？宝くじ。買う。そりゃ買うよ。買わしたってな。買わないという選択肢はないやろ。はい、勝ちします。やってみな、勝ちそんなん俺普通にやってんのよ。なあ、俺目だけ怖いの。目笑ってへんってよう言われんねんけど、笑ってんねんけどね。あの師匠？え？師匠も買うんですね。何買うの？宝くじ。買う、そりゃ買うよ。買わしたってな。買わないという選択肢はないやろ。はい、勝ちします。はい、勝った。よかったです。いや、こんな絶妙だったと僕は思ったので、ちょっと最初にものすごい難しいよ。口笑いながら目怒るやつ。買う、そりゃ買うよ。買わしたってな。買わないという選択肢はないやろ。弟子と一緒にワイン2本飲んだよ、2人で。飲んで、風呂入ったよ。パッと起きて寒くなって、ほんなら5時前やったよ、朝の。お前死んでた、言われたわ。酒飲んで寝る。湯船入ったんですか？湯船入ったよ。それはダメですね。それ絶対ダメですね。だけど、でも綺麗に片付けてんのよ、みんな。片付けて覚えてないってことですか？その片付けたも覚えてないんですよ。せっかく風呂は空いてて、怖いやろ。はい、よーい、はい。たける。はい、はい、勝ちます。あと、よーい、はい。ダメ。え、はい、勝ちします。あと、あかた、あかん。いえ、はい、勝ちます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんかインタビュー終わった後にちょうだい。ありがとうございました。お疲れ様でした。嬉しいよな。嬉しいですね。やっぱこういうなんて信用でしょ。やっぱそうなんですかね。やっぱり信用してもらったということやな。こんな信用できないっていうような感じやけども、ほんまは信用できんねん、これ。そやろ。そうなんですね。いや、嬉しいよ、ほんま。それは嬉しい。僕も今それ、その話を聞いて、より嬉しさが増しました。そうやろ。はい。落ち着いてます。ものすごい落ち着いて。おい、お前いくつや、お前。29でもうすぐ30になりますね。もうそれだったんか。ほんなんもう落ち着いて当然やな。もうでも若い時から21、2ぐらいの時から知ってるからね。うんうん、ね、だからそれか、その時から落ち着いたもん。こういわゆるまあ CM ですけど、お芝居っていうんですかね、うん、ご一緒させてもらうの初めてですね。初めてやな、うん、初めてなんですけど、もうずっとなんて言うんですか、今まで見た師匠の中で一番こう真面目に取り組んでると思いますか。何でしょう、これ練習とかするんですよね。おい、練習とかされるんですね。 CM やね。 CM やんか。そんな感じでな。ひどいな。それはちょっと発見でした。いや、さっき信用やとか言ってる人間の話あれで、それ、うん、
すんごい激しい演技から精で抑える演技からね見てますけど、まあこんなこと言ったらあれやけど、やっぱり演技が本当にまあうまいですよね。うん、やっぱりまあその百戦錬磨になりかけてるよね。うん、そうそう、うん、だからやりやすかったですよ。うん、負けてられへん思って必死に練習したんですけどね。いやものすごく ある一つのセリフが何ですか、顔は笑ってるんだけど目だけ笑わないでくださいというような、なんか絶妙な難しい指示を監督がされてて、それにももう一発で OK 出すような繊細なお芝居のさじ加減で目笑ってない、永遠笑ってない男みたいなあれやんけ。それ笑っとんねんこずっと。でもあの指示難しかったですよね。あの指示目は笑ってないけど顔笑ってくださいってどんなほんま目に影響を与えないぐらいの口の口角の上がり具合でお願いしますね。言うたら難しいねんで、そんな指示初めて聞きました。そう、監督が、うん、目に影響を与えない、目は怒ってんねんけど顔をちょっと笑うといてくださいっていうね。ええー、そんなん、その一発 OK や、すごいやろ。すごいっす。ちょっと試しにこちらのカメラやかましい。もう見せてもらっていいですか。もうでけえわその人。どんなセリフだから、なんだ、買わないという選択肢はないやろ。なんでそっち覚えとんの。買わないという選択肢はないやろ。今ちょっと目に影響を与えました。今のペイガイス、ごめん。買わないという選択肢はないやろ。この間もこうだけど、うちの嫁がもう毎回買うんですよ。そこのここは当たるように歩いててね、ね、それで買うんです。で俺もんな買うわって言って買ったんですよ。俺は外れてうちの10万当たったんですよ。そんな初めて買うた時ですよ。言うて、それだいぶ前ですよ。それなんや、だからあいつが持ってんのちゃうかな思ってね。うん、でそれからずっと買うてますよね。うん、今回そのジャンボ宝くじの CM キャラクターに選ばれたってことは奥さんも喜んでるんじゃないですか。まあまあそうでしょうね。あれ、当たるとこと、この辺いうの裏で教えてもらえるんですかね。絶対使えないそれ。絶対使えない。いやいや、そういうのない、ないの分かってるから聞いてんねやんか。そんな使えない言うたらあることやんか。ないやろこんなもん。ないやんか、そんなこれ当たりますよなんかないやんか。せやろ。でもなんか聞きますよね、ここで買うと当たるみたいな。あ、それはあんねんて。そのあるんですか、ね、そうそう、有楽町のあそこずっと並んであるよ。あ、こういうような本当ですかね、うん、そうそうそう、はい、あっことかね、もう一つ松山でもあったな。松山うちのやつここ当たるで言うてやね、買い寄ったわ松山行った時。よしってんなあのだけど。豪くな、夢がありますね。いや夢がある、なんやのそれ。え、自分も家持ってんの。持ってないです。そういう大きい買い物人生でしたことないんですよね。ああそうか、それはね、 それで大きな買い物はその役の前にした方がいいね、うん、翻訳の時にした方がいいよ。俺もそうやったから大きい買い物しましたね、うん、役年の時ね、41ぐらいの時ですよね。それは大きいのよね、うん、豪くな、豪くなに使おうかな、うん、まあ一回か俺ね、現生で豪く見たことないからね、やらしい話だけど、いっぺん家のとこに積んどいて、それで、そうですね、こたつのところへポンと積んどいて、じーっとしばらく見たいっていうかね、それぐらいで、で、何ぼかに分けたいですね。ほんで、大きな夢を教えてください、ね。ふるせよ、突っ込むな、お前。大きな夢。いや、これマジで。もう困ったうちのやつに怒られるかもわからへんけど。昔の本当にその、まあ、どこでもいいからね、古民家のものすごいやつをそのままどっか移築して建てたいっていうのはありますね。和で、うん、
どうですかこれ。庭も使ってね、新宿御苑ぐらいあるやつね。はい、桜いっぱいあるね。だからもう見に行かんでええわけよ。お祭りとか主催したいですね。お祭り、夏祭り、タケルフェスの、みんな出してあげるわけよ。それ招待されへんかったら悲しいやろ。花火とか。花火 ね、 ねいいですね。あ、花火はすごいな。この度ドリームジャンボ宝くじの CM キャラクターになりました笑福亭鶴瓶でございます。佐藤健です。ドリームジャンボ宝くじは1等前後賞合わせて5億円ですよ鶴瓶さん。ほんまに興奮するな、夢膨らむな。それでは僕らが出演しますドリームジャンボ宝くじの CM をご覧ください。どうぞ。